はい、皆さんこんにちは。今日はレンコン畑にお邪魔しております。徳島県の鳴門市です。MBS アナウンサー河内洋平です。よろしくお願いします。後ろに見えているのがね、全部レンコン畑になっているんです。そうなんです。すごいです。鳴門市はもう至る所車で走っていてもレンコン畑です。ハスの葉なので、まあレンコン畑ともハスだとも表現をするんですけれども、まだ葉っぱがついている状態のものは下にレンコンが眠っている状態、これから収穫をするというものになります。8月から収穫始まって、もうどんどん最盛期に向かっているという中なんですが、どんなレンコンかというと、見てください。こちら。これ私が午前中に自分で掘りました。大変でしたよ。そうなんです。綺麗な状態で人生初レンコンゲットとなりました。徳島県は3位です。日本で3位ということで、1位が茨城県、2位が佐賀県、3位が大阪どこ行ってない徳島県ということで、もしかしたらちょっと鳴門のレンコンの収穫は他と違うんです。茨城とも佐賀とも違う。ぜひそれはこの後皆さんにお届けするので楽しみにしてほしい。これがですね、実はシャキッと割ると粘り気が出る、このぐらいシャキシャキさがこのとにかく特徴というレンコンになっていまして、実際今見ていただきましょう。これ一筋切れ目を入れています。粘り気が見えるかな。いきますよ。わあ、はい。よいしょ。この繊維です。この繊維。あ、すごいすごい。これがね、これ徳島県の鳴門レンコンならではと。やっぱ純正とか粘り気出るからね。せやね。これはね、なかなか他県のものにはないという粘り。これが食物繊維なんですが、シャキッとした食感、この粘り気、これが徳島の鳴門レンコンの特徴です。その大変だった私も今関心プルプルです。収穫の様子。お邪魔したのは鳴門市内にあるレンコン畑。収穫の最盛期を迎えています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。MBS アナウンサー河内です。お願いします。お願いします。斉藤さん、はい。畑、これレンコンの畑、ここには水ないんですね。レンコン畑といえば水がいっぱいに張った畑に使って収穫するというイメージなんですが、収穫前にこうやって水を一回落として、こういう状態で収穫します。そうなんです。この辺りの土壌が粘土質のため、水を抜いて土の中から手作業で収穫する必要があるんです。そしてこの粘土質の土壌のおかげで、粘土質の土が美味しいレンコンができる一つの理由なんですけど、詰まった土の中をこうレンコンこう育っていくんで、ギュッと締まっとんで、噛み寄ったらこう甘みが口の中に広がって感じやすいけど、甘い。シャキシャキした歯ごたえで甘いが徳島のレンコンの特徴です。斉藤さんのレンコン畑はおよそ9万平方メートル、年間100トンものレンコンを生産しています。どのように収穫していくのか、お手伝いの前にまずはお手本を見せてもらいます。すごい。でここでギリギリを攻めて、そうですね、ギリギリいかんと持ち上げれんし、近すぎたら傷つけるし、これやってもらうんで。僕やるんですか。はい、覚えといてください。これを、わあ、大きい。これ折れるな。まあ折らんように。折ったらあかんねん。うわ、大きい。すごいねやねこれ。けどせっかくなんで傷つけてもいいんで。そんないやもう傷つけないように。これしっかりこの後洗って傷がないか。カメラマンの人にも確認しても。めちゃくちゃ責められてる。頑張れ頑張れ。最終買い取っていただきます。それ。見よう見まねでどんぶりまんも収穫のお手伝い。失敗したらね、どんぶりまん自腹でね。うわあと。ようこけたりするんですよ。そうですね。よう焼けてるなどんぶりまん。重い。真っ黒系かわいそう。重い。硬い。斉藤さんが簡単に熊手で土をどけてたので、もっと簡単に取れるのかと思ったらむちゃくちゃ硬いし重いです。粘りがすごい。掘り起こすことおよそ10分で、俺も無理や。大変やな。取れたー。すごい。ようやくゴリラです。すごい。大きいですね。大きい。これこっちほどみずみずしいんです。これ若いんですか。こっちは食感としてはどんな風に？こっちが身が入ってもちもちしと、こっちは水分量でシャキシャキして。はあ、そうだ。まあ好みですけど。で、料理に一番この二節目が全ての特性を備えて、どんな料理に合うって言われる。そう。ショーブイヤンとかシャトーブリアンって言われる。シャトーブリアンがここ。シャトーブリアンは両方がこうキュッとくびれとるんで。美味しいレンコン見分ける一つの参考にするとしたら、くびれて同じような形みたいな。この取れたばかりの鳴門レンコンを使って丼作りです。すごい大変。何にどうすんだよ。いやー、すごい。ということで、これが私が取ったレンコンです。あれ10分って書いてありましたけど、もっとやりましたからね。多分この体勢でぐっと。丼マン。いやでもね、本当に。はい、年間あれ100トンぐらいって書いてましたけど、これ全部手作業ですか？そうです、全部手作業、もう本当にね、信じられない。8月のもっと暑い時期から、これから冬の寒い時期も5月まで収穫するっていうことですから、とんでもなく大変だなと思いました。ちなみにここがご覧ください、シャトーブリアンの部位になってます。2節目、くびれてるのが皆さんポイントですから、スーパーで買う際はこのくびれを探してみてください。2節目のシャトーブリアンです。さあということで、このレンコン使って丼作っていくんですが、ここからは山田さんにも入っていただきます。山田さん、よろしくお願いいたします。山田さんはこの付近でレンマルカフェというレンコンを使ったカフェの店長さんをされているということで、ご覧ください。とっても素敵なカフェなんです。レンコン料理をたくさん使ったカフェということになっています。レンコンの葉もね、料理もご覧のようにレンコンと鶏肉のみぞれ煮、これ美味しかったです。シャキシャキ、普段食べる煮物よりも全然やっぱりこの鳴門レンコンは歯ごたえが違います。うまみも強い。山田さん、これ人気メニューなんですよね。はい、人気メニューです。で、このフライドレンコンも人気メニュー。これいろんなシーズニング、味付けをして、おつまみ感覚でも食べていただけるという鳴門レンコンでございます。いや、本当にカフェも素敵なんですが、今日は丼ということで、どんな丼作っていきましょう。どうするんでしょうね。レンコンかば焼きと、レンコンの天ぷらを丼にまとめたものをしていきたいと思います。そうなんです。かば焼きということで、これ。ちょっと手袋を借りていただいてもいいですか。すいません。これがですね、今からかば焼き作っていくんですが、これレンコンをすりおろしたものです。そしてこれがお豆腐。これを今から手で混ぜ合わせて、つなぎはねなしです。卵だったりっていうのは使いません。そうなんですよ。これは山田さん、お店では提供してないメニューなんですよね。秘密のメニューです。はい、秘密のメニュー。これからまた出します。過去にうなぎがちょっと高騰した時にいろいろなレシピがあって、これも山田さんがいろいろ考えてくださったということで、この今豆腐とレンコンのすりおろしたものに味付けですね、すりごま、本だし、お塩、これ3種類を加えます。これはもう本当に加えるだけ。これで大体山田さん何人分ぐらいのかば焼きできますか？これでね、大体5本分。5本分。はい。だからもうこれだけの豆腐とこのレンコンで、よいしょ。こうやってもう手で混ぜ合わせていきます。結構これどのぐらいまで揉んでいいんですか？結構揉んでもらって、はい、しっとりする感じで。結構これレンコン自体もしっかりとこれもうすりおろしてますよね。はい。よいしょ。こうやって混ぜて、でこれを実はこれだけで揚げるのではなくて、かば焼きですから山田さん、これ実際にもう敷いていただいたんですが、下にはこれ海苔ですか？はい、うなぎの皮風味の風にした海苔ですね。はい、そうなんです。味付け海苔であったりいろんな海苔にこれを本当に平らに持っていく、で潰して、で最後にこれは線は入ってるんですけど、これフォークで線を引いてうなぎっぽくしたということになってます。女性っぽいねこれ。そうなんです。これがヘルシーレンコンかば焼きということで、山田さんこれ揚げていただけますか？揚げていいですか？よいしょ。大体油は170から180度。ああすごい。もう一個いっちゃいましょうか。これ揚げ物なので。本当に冒頭にお伝えしたように、とにかく鳴門レンコンは食物繊維が豊富なので、やっぱり味付け、味わい、さらにはこの健康面でも全然違うんですよね。そうですね。レンコン栄養価が高いので、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、これ今ちょっとこんがりと上がってきたんですが、ちょっと今日は時間の関係でこれを用意しました。揚げたものです。どんな味すんのやろうね、ちょっとこれがレンコンでできたんですね。想像で感じ。これをちょっとかば焼きですから揚げたものをどうしてるのかな。かば焼きのタレをかけましてフライパンであったりオーブンで熱することでこの照りが出るというものになっている。ザラメかな。タレをかけた後に熱して照りが出たということになります。でこれちょっとサイズ、わあすごい、レンコンとは思えない。よいしょ、面白いこと考えはるね。山田さんは本当にねすごいんですよ。よいしょ、これは早速すごいな。レンコンの白いままだったらこれレンコンですからね。よいしょ、そこに山椒かけたりするのかね。いいかも。これはね、素揚げではなくて天ぷら粉をまぶしたものをこれ何分ぐらい揚げましたか？どっちですか？天ぷらの方です。天ぷらの方はもう5分以上揚げていただいたら浮いてくるんで。はい。浮いたら大体。はい。あれウスターソース。最後にこの蒲焼きのタレをかけます。やらないって。赤ちゃん食べない。いやこれ大阪だけしかあれ。これで天ぷらウスターソースだ。完成でございます。徳島県鳴門レンコン、あ、今日なんか拍手が大きい。鳴門レンコンのかば焼き天丼ということで今日は完成でございます。持って帰ってきて、持って帰ってきて。すごいですよね。見た目がもうダブルで揚げ物ですがとってもヘルシーですよね。ヘルシーです。いただきます。どんな味だろう。頑張れ。うん。ふわふわ。ふわふわ。ふわふわ。噛んでいくと若干レンコンが残ってるのでシャキシャキとした感覚があってレンコンの風味ごめんなさい、レンコンの風味がしてきますね。この甘だれ美味しいですね。ありがとうございます。これ美味しい。うわー美味しそうやな。ちょっと汗だくなんですけどこれ美味しいですわ。これうなぎの代わりでも全然なんていうの、うなぎでしょ。うなぎ、うなぎっぽさはあるの。うなぎっぽさあります。魚もお肉も使ってないのに不思議、すごい肉肉しい。ご飯が進む。なるほど。天ぷらもいってほしいな。天ぷらいきましょうか。天ぷら結構分厚いですよ。いや分厚い。美味しそうね。いただきます。うん、まあそれはうまいわね。天ぷらはまあなんか想像できますね、味がね。どっちやろ。シャキシャキもちもち。ありがとう。全部これレンコン畑なので本当にウスターソースじゃないし。ウスターソースかけてほしい。この食感は本当にすごい。ナルトレンコンすごいですね。バッチリでしょう。ぜひ皆さんもスタッフ締めて。シャトーブリアンで作ってみてください。今日は本当に山田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。